ジョナサン・ダンコフです。 UBI ソフトモントリオールのユーザーリサーチマネージャーです。現在はまだプレイテストの最中です。ゲームも開発途中のものでバグやクラッシュ、テクスチャの欠けなどがあるかもしれませんが、ファンに早めにプレイしてもらい、そのフィードバックによりゲームの完成度を高めていくつもりです。このシリーズが大好きなんだ。全部のプラットフォームでプレイした。ブラックフラッグはやったわ。気に入らなければコメントしないと言っていましたが、あなたの率直な意見は？良くなったと思いますよ。ステルスに関してですが、しくじって数人の見張りに見つかって戦った時に他の見張り全員に警戒されなかったのは良かったです。その機能は試験的に挿入しました。より目立ちにくくなっているので、失敗してもそこから学べます。まだ調整は必要ですが。今回導入されたロープランチャーはすごいですね。街を素早く移動できます。あと一つ気づいたことがあって、ロープランチャーを発射するための L1 というマーカーが出るのを見た時ですが、ええ、表示時間が短いので L1 を押した時には表示が消えていて発射できず、表示される地点に戻ったんです。もたつくんですね。素早く操作したいです。検討します。馬車の操作は楽しいですね。フリーランニング以外の新たな移動手段が得られたのは嬉しいです。馬車に2人の男が乗っていて、そのうちの1人を放り投げました。もう1人の男は、普通のオープンワールドのゲームなら逃げ出すはずなのに、その男は馬車に乗ったまま私を投げて、もう最高ですね。アサシンクリードユニティより良かったです。ユニティはジャンプして登れるところが多くて一気に遠くに行くんですが、これはもっと地上を歩く感じがします。最初のプレイテストから1ヶ月が経ちました。その結果を踏まえて、開発チームは熟慮の結果修正を加えました。チャリオットやステルス機能のさまざまな要素に関して、プレイヤーの出してくれたフィードバックに基づき改良を加えたんです。今回行うのは、変更点を実装して他にも改善点があるか確認するためのテストです。戦闘と移動がどう変わってるかが本当に楽しみです。ただのファンにテストさせてくれるなんてすごいですよね。発売されたら私がテストして改良点をフィードバックしたのと思えるでしょ。馬車の操作はとてもスムーズでした。どこにでも行けるわけじゃないけど、簡単に曲がることができ、操作性はとても良かったです。馬車に関してはさらに解決すべき点があります。どこにでも行けるわけじゃないという意見は参考になりますね。エンターボタンが再実装され、 L1 ボタンで窓に入れますね。窓への入り方を良くするというのは最も重要な課題でした。そこは完璧に修正されてるよ。よかった、ええ、僕は口笛が好きなので復活してくれて嬉しいです。あなたのためですよ。近接戦闘はよりアグレッシブになった感じですね。ユニティよりブラックフラッグに近いかな。上がり下がりが分からなくなって、ボタンを押さなければならないことがありました。もう少し操作が自動になっていた方がいいということですか？その通りです。了解。テストではユーザーの皆さんから素晴らしいフィードバックをもらいました。テストには1年を費やし、昨年の夏からいろいろなバージョンで繰り返し行いました。プレイテストはゲーム制作の大きな部分を占め、制作過程では何度も行われます。ファンからのフィードバックは開発チームに渡され、それをもとに開発チームがプレイヤーに喜んでもらえるような決定を下すのです。